裏世界ラボ。これからお風呂だよ。お風呂上がりにまたお話ししよう。お風呂上がりのパジャマ姿見たいな。恥ずかしいよ。すっぴんだから顔隠してていい？オッケーオッケー。じゃあ30分くらい待っててね。よし、30分時間稼いだ。この間に他のおっさんへの返信をと。俺は小川洋平、39歳、出会い系の桜のアルバイトをしている。昼は食品会社の工場で働いているのだが、コロナ禍で仕事が減って生活が苦しかった。くそ、なんかいい副業ねえかな。そして見つけたのがこの仕事だ。未経験者大歓迎、服装髪型自由、高収入。仕事内容はデータ入力、在宅化。え、これ最高じゃねえ。そして意気揚々と面接に行ったのだが、データ入力というとエクセル使ったりとか。俺あんまりエクセル詳しくないんですけど大丈夫ですか？全く問題ないですよ。お客様からのメールが来るので、そちらに返信するのが仕事です。操作の仕方もあるので、最初は出勤していただいた方が分かりやすいかもしれませんね。あの、出勤となると土日か夜しか入れないんですけど。ああ、むしろ助かります。平日の昼は稼働が少ないので。なんだろう、サポートセンターみたいな仕事かな。出勤初日、うわ広い。俺が出勤したのはとあるビルの4階だった。このワンフロア全部と5階も使ってるって言ってたな。結構儲かってる会社なんだな。にしても働いてるのは男が多いな。これがマニュアルか。なんだこれ。そこで気づいた。これは出会い系サイトの桜のバイトだったのだ。嘘だろ。確かにメールの返信業務だけど。どうですか、できそうですか？操作は難しくないと思いますが。はい。分類はそっちのフォルダに入ってますので参考にしてください。ただしコピペはやめてください。マニュアルを一度読んでいただければすぐわかりますよ。最初は1時間1200円の時給制ですが、返信効率が良い方は上乗せします。あちらの男性は返信が非常に早いので時給2600円ですね。こちらのサンプル文書もあの方が考えたものです。え、マジですか？て、あのおっさんが書いた返信で男どもが金使ってんのかよ。えぐいな。聞けば仕事内容を知ると辞めていってしまうやつも多いらしい。まあだよな、普通のデータ入力だと思っててこれじゃあ。多少の困惑もあったが、時給の良さに心惹かれて俺はこの仕事をしてみることにした。ただメールを返信するだけの業務だが、これがなかなか難しい。客はこちらの返信を有料ポイントを払って読むことになるので、いかにポイントを使わせるかが勝負だ。出社したらまず新規会員にテンプレで毎日誘いをかけるような文章を送信する。次は登録済みの男性会員のプロフィールに足跡を残す。俺の場合は130人ほどだった。日記などを載せた会員がいたら、すごい、いいなーなど簡単なコメントを返す。これがだいたい1日3、40人。あとは来たメッセージに返信をしていくのだが、この返信にノルマがあった。ピークタイムは夜の10時以降から0時くらいまでなのだが、この間は1時間に最低35回の返信をしなくてはならない。エッチで好きなタイは何？知らねえよ。最近風俗だってご無沙汰だわ。気丈位です。返信。最初は訳も分からず返信していたが、どうせ桜でしょ。なんでそんなこと言うの？ピエン。返信と。この桜でしょのやりとりしょっちゅうあるけどうざいな。桜では？こいつ桜くせえ。出会いない系。俺は桜よりリン派。はあ、これをどうにか減らせねえかな。そこで俺は時給2600円の先輩のやり方を真似て効率化を図るようになった。名前はミク、21歳の女子大学生。国文科で時間割はこれ。趣味は猫グッズ集めで好きなタイプは。俺は女子大学生のミクとリサ、フリーターのモモ、アパレル系 OL のナナ、非常勤講師のユミなど、キャラを綿密に作り上げた。そしてそれぞれになりきって返信をすると、今日嫌なお客さんが来てすっごい大変だった。こういう時どういう風に対応したらいいのかな。いつも頑張ってて偉いね。俺でよければ相談に乗るよ。と、客がめちゃくちゃ乗ってくるようになった。写真を欲しがったり会いたがったりする男は多く、というか、ほとんどそれなので、そういうことを言い出されたら写真などのやり取りができる別アプリを紹介する。もちろんそれも企業の関連アプリでさらに高額だ。とはいえ、向こうが要求してくる写真はこちらは男なので出すのは難しいわけだが、
顔写真と胸元と下着とパジャマとあと制服系か。まあこんなもんだな。おっと、部屋の写真を忘れてた。だいたい要求してくる写真は同じようなものばかりなので、ネットで拾っておいたものを使う。しかし無料の写真は検索でバレる可能性があるので、商用の写真を購入した。これで桜だとバレる可能性は下がる。にしてもすげえな、この男、性欲丸出しじゃねえか。この仕事で一番驚いたのは、下の写真を送りたがる男の多さだ。こんなになっちゃったよ。と、着衣でも着衣でなくとも、おっきした股間の写真が送られてくるのだ。追加料金がいるのに、わざわざ動画で送りつけてくる猛者もいる。こちらも抜かねば無作法というもの。それに対しては、やだ、もうエッチ、でももっと見たいな、ドキドキする、などと返信していたが、俺はほぼ死んだ目になる。闇が深いなと思ったのが、たまにガチの悩み相談をしてくるやつがいることだ。今の会社、上司と合わなくて、でも他でやっていける自信もなくて、ちょうど入社3年目なんだけど、どうしたらいいか。入社3年目か、きつい時期だよな。わかるよ、そういう時はつい親身になって相談に乗ってしまう。向こうも男でこちらも男だから、割と分かり合えることも多く。ありがとう、転職を視野に入れてみるよ。そう考えたらすっきりしてきた。ユミちゃんも講師で大変だろうけど頑張ってね、などと課金させているのが悪くなるようなやり取りもあった。次第に慣れてきた俺は、普段の生活でも桜用の素材を集めるようになった。おお、スタバの新作、女子受けしそうだな。一本買って写真撮っとくか。ケーキも添えてと。会いたいと言ってくる客を断るのはなかなか大変だったが、俺はそう長い時間を仕事に入らずとも、コンスタントに日給1万5000円はもらえるようになっていた。もしかして俺、これで食っていけるんじゃねえか。そして俺は工場の仕事を辞めた。よーし、これからは桜のバイトで食ってくぞ。が、しかし、倒産、詐欺容疑。株式会社デッドドア倒産。運営会社は桜を使って課金させていたことに対する詐欺容疑で立件され、あっさり倒産した。もしかして俺も捕まるのか。どうしたら。現在俺はいつ警察が来るかと怯えている。桜のバイトの皆さん、気をつけてください。桜は違法です。ご視聴ありがとうございました。裏世界ラボではハイクオリティな際どい漫画を毎日投稿するので、チャンネル登録よろしくお願いします。暇つぶしがてらにコメントを残していってください。みんなで盛り上がりましょう。